ご視聴ありがとうございます。今回は群馬県太田市にある新田金山城に鎮座する新田神社を紹介します。はじめに、太田市は群馬県南部の東毛地区にあり、江戸時代には大光院の門前町として、また中山道から分岐して日光西街道とをつなぐ脇街道、日光霊平市街道の宿場町、太田宿として栄え、大正期以降は現在のスバルとその前身である中島飛行機、富士重工業の企業城下町として発展を遂げた北関東随一の工業都市です。新田神社が鎮座する金山は太田市のほぼ中央にある標高 235.8m の独立峰で、山頂からは足尾山海、赤城山、春名山、浅間山、富士山、筑波山、秩父連山が眺望でき、古くは万葉集にも新田山として歌が詠まれています。金山は室町時代から安土桃山時代の文明元年西暦1469年、新田一族であった岩松家住によって金山城が築城され、以降享禄元年に由良成重、国重親子、天正12年には北条氏と城主は変わりましたが、上杉謙信や武田勝頼の攻撃を退けるなど関東七名城の一つとされました。天正18年西暦1590年に豊臣秀吉の小田原征伐の際攻撃を受けて落城し廃城となり、現在は金山城本丸跡とされている地点に新田神社が鎮座し、背後の斜面には石垣の一部が依存していて、往時の様子を現在に伝え、西方には日の池、月の池があり、西南には二の丸跡、三の丸跡と呼ばれる廓が残り、これら廓につながる尾根群には堀切が設けられていて、戦国時代の関東の山城には本格的な石垣の城はないという従来の定説が発掘調査で覆されたほど多くの石垣が多用されています。金山は室町時代から安土桃山時代の文明元年西暦1469年、新田一族であった岩松家住によって金山城が築城され、新田神社の創建は新田公の子族枝幸義の10代の孫森下大膳が枝の館の本丸跡にわら宮を建てて、新田公及び祖先の遺徳を忍んだのが始まりとされ、明治維新に至り金山城跡に神社創建の基礎がされ、明治6年に太田宿に有志100余名参集して建設を協議し、金山山頂の本丸跡聖地に金剛前尊落より千余名が労力の奉仕を行い、明治7年4月に本殿起工してから約6年を費やして明治13年に拝殿が完成しました。新田神社の御祭神新田義貞公は鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての武将で、姓名は源義貞、河内源氏の新田氏、本宗家の8代目統領で、神津家の国新田の将の御家人でしたが、元寇の乱では後醍醐天皇に呼応して足利尊氏の名代足利千住王を総大将とする鎌倉討伐軍に参加して、義貞の軍はいち早く鎌倉に侵攻し、東照寺合戦で鎌倉幕府北条徳宗家の本体を滅ぼすという軍功を立てました。東国の一護御家人から始まり、鎌倉幕府を滅ぼして中央へと進出し、その功績から来る重圧に耐えながらも南朝の総大将として忠節を尽くし続けた生涯でした。軍記物語太平記でその活躍が書かれ、楠木正成に次ぐ南朝の武将として検証されます。後の徳川家康は新田義貞に連なる新田源氏であると称しています。復元整備された大手小口の通路は石敷きで、両側には石積みが築かれ、正面には土塁石垣がそびえ立っています。城の出入り口である小口はもともと小さな口と書き、一度に多人数が城の出入り口に侵入するのを防ぐため城の入り口を小さくしたことから小口と書いていましたが、その後使われる虎の口と書く小口は最も激しい戦闘となる地点を意味していて、城の出入り口が小口と呼ばれるようになりました。南側上段にある廓からは石敷き建物の基礎や井戸、かまどの跡が再建され、建物は武器庫や兵の詰め所だったとされています。大手通路の先の日の池は籠城時の水を確保する貯水池の他に、戦勝祈願や雨乞いの儀式を行う神聖な池として用いられていました。
最後に、新田神社の境内には参道にある樹齢800年の金山の大欅や国の床たちの神、大名無知の神、菊名彦名の神を祀る御嶽神社、宇賀の御霊を祀る梅若稲荷神社などたくさんの見どころがあり、駐車場から新田神社まで600メートルの緑豊かな道のりは気持ちの良いハイキングとして金山城跡を散策しつつ、境内の3つの神社を参拝できるおすすめのパワースポットです。Must be more to life than this, reaching for the stars.